チャンピオンベルトの返還を行います。一旦金色のベルトがこうして返還されます。赤コーナー赤いグローブ、リアムは第7代王者。そこにようやく長坂が手をかけます。初防衛戦、ただいまより本日のメインイベント、鬼門と言われています。株式会社ランドハウジングプレゼンツ、クラッシュスーパーバンタム級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、166センチ、54.9キログラム、 K1 ジム相模大野、クレスト長坂リーラー。言わなくても分かると思うんですが、この先あるんでと猛獣長坂リラ挑戦者。赤コーナー170センチ、 55.0キログラム、 K1 ジム総本部、チームペガサス、クラッシュスーパーバンタム級王者リアム。対してリアム、伝わりづらい孤独の底からの8ヶ月、また己を知ってからのリアムです。クラッシュ151、東京後楽園ホールはメインイベント、株式会社ランドハウジングプレゼンツスーパーバンタム級タイトルマッチ。左側赤いグローブ、 K1 ジム総本部、チームペガサスリアム、対して K1 ジム相模大のクレスト長坂リラ。リアムは初めての防衛戦、こちらがチャレンジャーの長坂です。24歳、対して22歳、リアム。じっと長坂の背中を見据えていました。右の蹴りから入ったサウスポースタイル、いやーどんな構えからでもというのが長坂です。さあ石川さんに伺いましょう。ようやく一度流れた対戦が実現となりましたね。本当に満を持してって感じですね。もうこの緊張感、はい、このねメインイベントの緊張感たまらないですね。まあ、先ほどまでだいぶ大歓声も湧いてましたがね、はい、たまりません。いやこの2人のこのね、はい、選手が繰り出す体から出るこのエネルギーによってこのね会場はシーンとなってますよね、はい、そうですね。丸藤直道選手、はい、2人の紹介 VTR もご覧いただきました。だいぶ危険な香りしませんか、はい、そうですね、あのメインイベントにふさわしい、あのしっかりと自分のプロデュースもできてますし、はいね、そこに強さも兼ね備えて、はいはい、まあ、2人も危険な匂いしますよね。そうですね、うん、やっぱこのタイトルマッチっていうのはやっぱ普通の試合とも意味合いが違うと思いますし、はいはい、挑戦受ける方も挑戦する方も、ねはい、気合入ってると思います。まさに本当にこうクラッシュをご覧になるたびに感じると思うんですけれども、はい、クラッシュのタイトルマッチ、そうですね、 K1 もそうですが限界オーバー、まあいつもより力が何10% でしょうかね。稲垣秀選手、まあ、みんな出てるんじゃないかなって気が、すごい緊張感ですね、まあ、そんな中でこれゲランゲリローキック、カーフキック、手数は少ないですけど、はい、お互いものすごい駆け引きの中で戦っていますね、はい、これはこれもそれが交錯しているんですね。長坂は今度は上段パンチです。顔面に集中してくる稲垣選手から見てこの2人どうですか、どんな風に、ああ今ローブローがあった、タイムストップです。ここはタイムストップです。ローブローを食らってしまいました長坂。いやでも長坂選手今ねあのローブローを元にもらったのに、はい、そのまま試合を続けようとしたこの闘志がゾクッとしましたね。そうですね、やっぱねあの急所なんでやっぱりその本能には勝てなかったっていうところでちょっと一回止まったところであるんですけど、はい、顔色一つ変えずに、ブレイクすることを選ばなかった、はい、選ぼうとしなかったこの投手が、はい、かっこいいですね、まあ、レフェリーが割って入りましたもんね。さあ続行です。残り70秒、左の強いパンチ、奥に引いた拳です。青いグローブ長坂。改めて稲垣選手、はい、距離感大事ですね。そうですね、ファイトスタイルが違いすぎる2人のこの展開ちょっとしびれますね。これそうですね、うわ三日月蹴り、飛び込んでは速攻で離れます。で外から右ローキック、ちょっとこう嫌な関節蹴りなども稲垣選手、はい、リアムそうですね、はい、あの長坂の方ですね、はい、リアムの膝に繰り出してきますね。
カトレボワンツースリー、あれをフェイントにしてワンツーとか狙ってると思いますね。関節蹴りを、はいはい、まあ、集中力もだいぶそぎますよね、あれは、はい、危険な技でもあります。お互いここはフットワークを見せる。でもテーピングもだいぶあります。長崎の両足、まあ、その両足振り出される。蹴りからパンチ、外角左中段蹴り、ミドルキックにはリアムは、リアムはこうやって改善自弱といいますか、まあ、構わずガードを高くのしのしと前に出てくる、そんな局面を作ります。右ローキックからパンチ、ロングリーチ、ここで第1ラウンド終了です。さあこれは丸藤選手に伺いましょうか。どんな思いになりましたか。はい、そうですね、まあ、このリングで、ね、同じルールの中ではあるんですけども、なんかこうバックボーンの違いか異種格闘技を見てるかのような面白さがありますね。なんかそうですよね、はい、でまたこうならではのそうした意地も感じますよ ね。 そうですね、戦いが一度流れたという背景もあります。稲垣選手、戦術としてはどう捉えたんですか。そうですね、リアム選手プレッシャーすごくいいですね。でもそれをあんまり感じずに長坂選手は自分のステップワークで戦っていて、はい、そのステップに対してもリアム選手はバックステップでしっかり防御できているので、はい、まあ、お互いがやりたいことを今できているなって思います。さあセコンドアウトの声がかかっています。東京後楽園ホールの熱戦、これがメインイベントです。クラッシュも回を重ねて151回目、チャレンジャーコーンロースタイルの青いグローブ長坂、まあ、石川さん2019年3月に2人は対戦して、その時はリアムが判定勝利していますが、もう全く参考に、はい、もうその時はもう参考にならないですね、はい、ありませんよね。ファイトスタイルもパワーも、ね、スピードも何もかも変わってますからね、まあ、経験値を上げて鋭い一発一発あるのはリアム、破壊力を感じさせるのは野生味の長坂、まあ、サイドキック気味に高い右の蹴り、左それでも技術でリアム、本当にあの個数戦リアム選手ボクシング技術が上がってるんですよね。それを今まさに感じさせる一撃でしたね。コツンと当てましたね、はい、一発ダウンを奪っていますリアム。長坂立ち上がった、長坂選手も一発があるんで、はい、リアム選手でも慎重にいけてるので、はいはい、あ確かにこれ稲垣選手、長坂がこうリアムが出てきたからこそっていうチャンスも生まれましたね。そうですね、はい、ダウンを奪われはしましたがという長坂、狙いは左右のフッカー外から、本当に王者としての戦い方をしてますよね。いやすごいですね、はい、本当にね、うん、今の長坂選手の攻撃力が半端じゃないので、はい、もう、ディフェンス10ぐらいの戦い方でも仕方ないと思うんですけど、はい、ね、ディフェンス10だったらもちろん攻撃できないですからね、はい、でもそこでちゃんとしっかり一撃でさらに詰めてきた、いやボディへの攻撃、石川さんこれどうでしょう、ダメージはありますね、はい、連発、時間を空けてリアム選手本当に、ね、はい、パンチだけじゃなくてファイトスタイル武器が多いので、はい、蹴りきっかけでもこういう風に動きを止めることできますからね、相手の本当に丸口選手、はい、まあ、リアムが懸命な戦いしてますよね。なんか正確ですね、その攻撃もガードも、ね、はい、膝、確かにそうですよね。まあ、本人たちのこう人間の持つ性格面っていうところも何かこう現れているんじゃないかなっていう気もします。まあ、おせおせイケイケの長坂、それに対して稲垣選手、はい、やっぱりリアムは落ち着き払ってっていう、ね、冷静で静かな闘志、覚悟めっちゃ感じますね。そうですよね、あ左これも当てています。今の同じタイミングでしたね。そうですね、はい、ジャブでしたけど、石川さん長坂の攻撃だったんですよね。そうですね、はい、それでもカウンター、さらにかと思えば下段蹴り中段となると、その先はここはディフェンス待ってみせます。構えを変えるのは長坂、ちょっとリアム選手が見切ってきた感じがありますね、はい、分かってきましたか、はい、そうですか。さらに前蹴り、カウントダウンが始まります。あと10秒左に、はい、いや的確ですね、本当に的確ですね。リアム選手パーフェクトにリアムの攻め食らわずに食らわせる戦いです。さあ第2ラウンド終了、スーパーバンタム級タイトルマッチ中
番に稲垣選手、はい、大きく動きました。そうですね、的確な一撃与えましたね。そうですね、でもこういうトリッキーな選手は長坂選手のような、はい、1ラウンド目とか2ラウンド目序盤まで相手が慣れるまではやっぱ有利なんですけど、はい、こう慣れてきた分、はい、リアム選手の底力だったり、基礎力が出てきてますね今。基礎力、はい、そうですか。まあ、セコンドにはチームペガサス、梶原龍二代表がいつもついています。ここも石川さん指示を送っている最中、はい、ここは強いですね、あの耐えろと、はい、あの向こうが出てくるお前からまず雑に行かないで、はい、耐えろと、耐えれば必ずチャンスが来るみたいな、そういう作戦だったのかもしれないですね。これはまた面白い、はい、丸口直道選手、はい、本当にそうしたところでこうお互いのいいところ攻めだけでもなくディフェンスも入れて総力戦ですよね。そうですね、このリアム選手ってのはこうキックってこうやって戦うんだよっていう風になんか知らない人にも分かりやすい綺麗、はい、なものを見せてくれてるなっていう、はい、あの長坂は全く違いますもんね。そうですね、でもこの勢いがまた面白いですよね、この長坂選手の。確かにリアム選手ジャブめっちゃいいですね。相手が上手いですね、はい、相手の入りに、はい、左手ならばとこう嵐の中心に巻き込んでやろうという長坂リラです。青いグローブ接近戦内に入ってくる左ボディ打ち、さらに中段蹴り、右ミドルキック。いや稲垣選手、はい、これだけ打ち分けができるとは。いや空いてるところに的確に打つ、はい、その的確さすごいですね。ロールのような三日月のような、はい、今のもローのような、ハーフのような、はい、いや技の引き出しが多いですね。飛び込んでくるのは長坂です、はい、まあ、ですから石川さん、これ長坂は何とかしなければいけません。何とかしたいんですよね、長坂選手はこれでいいですよ、はい、まあ、とにかくあの隙を作ってそこから一気に畳み込むっていう、はい、でいいと思うんですけど、まあ、あとは的にいかに当て込んでいくかですもんね、はい、その破壊力は十分です。とにかく、ね、本当にこの長坂選手のスタイルって教科書にないんですよね。教科書にないから対策を立てにくいんです、はい、正直、でもそこに対してこの、ね、しっかりとこの分析をしている、はい、チームペガサス陣営、それを実行できている、リアム選手のフィジカルだったりこの技術が本当に今素晴らしいなと思ってますね、はい。丸藤選手、はい、本当にこうマシーンのようですよね、リアムって。そうですね、だから何かをこうもしかしたら起こしてくれるっていう期待感ありますよね。でも長瀬選手も最後まだ一発あるので当たれば、はい、最後1分どうなるか、そうですね、はい、叩き壊したいのは長坂、歯を食いしばっているかのようでもあります。まあ、猛獣がしかしその牙やや持て余しているのか、そんな風にも。長坂選手まだまだありますね、パンチは、まだ、はい、力は残っています。こちらも厳しいトレーニング、そして戦略綿密なことで知られるクレスト勢の一人です。おー、強打はそれでもリアム、返しますね。まずタイミングで左フック合わせはできないですよ、すごい冷静ですね。嫌がったか、リアム前進、タイムストップ、ここはブレイクです。稲垣選手、はい、攻防の中ででもリアムありますね。いやすごいですね、先ほど左に結構ありましたね、はい、リラ選手のあの圧力、いや本当にあの中でのカウンターはすごいです、リアム選手、はい、あ、そしてその後はボディ、右ストレートは長坂、その後は右フック、うわ当たった、うわ勢い余って自らも膝をつきます。残り21秒、さあ剛腕長坂が出てくる、もう15秒しかない、倒しきるしかありません。リアムをかわす、マタドールのごとし、左を当てて動く、さらに膝突き刺し、左に左フック、長坂リアム離れた、飛び越えて右の蹴り、ここで試合終了、戦いは終わりました。いや、やりきったのはすごいな。昨年11月から始まった戦いでもあります、はい、石川さん、はい、長坂突っ伏しています。クリーンヒット一発も許さなかったですよね、はい、すごいっすね、はい、本当に一発も許さなかったですね。お待たせ、さあ両者中央判定チャンピオンシップの判定発表です。ジャッジ豊永30対28、
赤リアム、チャンピオンリアム1票、ジャッジ西村ラウンド1つ奪っています。30対28、赤リアム、リアム防衛。30対27、赤リアム、2人が30対28、以上、判定3対0をもちまして勝者赤コーナー、リアム。3人目は30対27に、ここはリアムも吠えた。長かったと待ち続けた戦い、それは長坂リラだけではありません。このリアムもそうです。でも試合前あそこまでなんかお互いひがみ合った中でも今リング上で話している姿を見れてなんかとてもいいですね、はい、やっぱり戦った後は、はいはい、なんかお互い思う部分もあるのかなって思います、はい。まあ、出して全て出し尽くしてという戦いになりますもんね、はい、どうしても。改めて稲垣選手、はい、これスローをご覧いただきながらになります、はい、リアムのテクニック、そうですね、狙ってたんですかね、あのフックは。これコツンですもんね、はい、しまったという一瞬長坂リラ、まあ、結果的にはほとんどそれがポイントとなりましたが、丸藤選手、はい、本当にこれはいろいろ考えることが多い戦いでしたね。そうですね、これが今日だけの戦いじゃなくて、この日を迎えるまでのこのリアルなストーリーというかね、そういうものが多分お互いすごいプレッシャーがあったと思うんですけども、はい、まあ、こうやってね結果が出たんで、お互いまたこれから最高にかっこいいリングで突っ走ってほしいと思いますね、はい、確かにリアムはまだ22歳、長坂は24歳ですが、石川さん、本当にリアムは2連敗も経験して、はい、これで勝って精神面で違いが出てきそうですね。そうですね、本当にクラッシュの王者としてっていうことをね、しっかり体現してくれた今日の初防衛戦でした ね、 ね、はい、まあ、治ったから言えるんですが、なんていう風に会見では手術もしました、はい、手拳ですよ ね、 ね、ありましたね。そうでしたね、初めに、いや本当に王者とはっていうことはね、チャンピオンすごく体現してくれたなって、本当に繰り返しになっちゃいますけど、はいはい、稲垣選手、はい、本当に孤独な戦いですよね。そうですね、僕も今回ベルト負けて、でも挑戦者の方がやっぱ気持ち的には楽だと思ってて、はい、やっぱベルトを守るって初防衛するっていうリアム選手のそのプレッシャーだったり、はい、果てしなかったと思うので、いやその気持ちが最後の涙に出てるんだなって思いますね。込み上げましたね、はい、そう、本当に想定外の動きをしてくる長坂選手を想定内のように対策をしてきたこの陣営が、これもまた繰り返しになりますけどね、やっぱりチームペガサスすごいですね。もちろんリアム選手すごいですね、やり切りますね、はい、確かに。あ、丸藤選手、本当にチャレンジャーとして長坂選手も魅力的でしたよね。いや、面白い試合をする選手ですね、はい、またぜひ見てみたいなと思います。心に残りますもんね、そうですね、あのスタイル、はい、まあ、ワイルドなその戦いぶりも物言いもそうです。長坂リラもこれで腐らずにまた強くなっていくんじゃないかなと。そうですね、今後楽しみですよね、はい、それだけのファイターですよね、はい。そしてちょっとこう涙をこう目頭を抑えるようにしながら、見事第7代王者初防衛に成功、リアムの表情です。一言コメントを頂戴いたします。さあ、どんな言葉が飛び出しますか。よし、勝ちました。まず、会場に、応援来てくれた人たち、本当にありがとうございます。あとアベマ、U-NEXT で見て、くれた人たちも、ありがとうございます。そうですね、まあ、K-1 のトーナメントに負けて、ザ・マッチでも、負けてしまって、初めて連敗して怪我もあったんで、まあ、最後が負けた状態で、周りの人に、なんか、まあ、チャンピオンになってからいい姿を見せれてなかったんで、まあ、自分一人で戦ってないで、いろんな方が応援サポートしてくれてるんで、本当に一番、試合前も不安とか、まあ、負ける夢ばっか正直見てたんですけど、まあ、こうやって勝つ姿を、皆さんに見せることができて本当に嬉しいです。まあ、長坂リラは、まあ、散々追ってきて、まあ、めちゃくちゃ嫌いだったんですけど、まあ、やっぱ試合してみたら、まあ、強かったし、
まあ、彼のおかげで、まあ、強くなれたところもあると思うので、感謝しています、ありがとうございました。まあこのまあ、クラッシュで、一番強い長坂リラは勝ったんで、まあ、もう、ここから見てるのは競馬のトップなんで、まあ、もっと、これから強くなって、強くなった姿で、また皆さんに試合を見せるように、これからも頑張ります。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。この先があるんでと K1 二強の名前を出した長坂リラ、まあ、それに対して怪我から8ヶ月、この一戦しか考えていないと思い詰めたリアムの戦いでもありました。さあこうやって第7代王者の腰にまたベルトが戻ってまいりましたリアムです。さあ稲垣修選手、はい、スーパーライト級チャンピオンです。はい、初解説、はい、ありがとうございました。どうでしたか。いや緊張しましたね。はい、でもなんか後半は自分の思ってることとかも言えたかなって思うので、はいはい、解説聞いていただいた皆様、はい、ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。はい、丸藤直道選手はいかがでしたか。はい、まず全体として本当に非常に素晴らしい大会だったと思いますし、はい、まあ、こうやってねあの選手一人一人 の, この限られた人だけが感じることができるこのプレッシャーからの解放みたいな部分と、あと、ね、しっかり皆さん全ての人にリスペクトを持ってやられてるんで、はい、これからも皆さんぜひとも頑張ってほしいですね。そうですか。はい、さあ熱い思いありました。石川直樹さん、はい、どうでしょう、これからのクラッシュっていうのも含め、今日も良かったですね。あの衝撃的な KO 決着もあったし、このメインはね、はい、もうこれぞクラッシュのタイトルマッチっていうのは緊張感のもと、この決着戦を制してくれたリアム、言葉もマイクの言葉もチャンピオンらしかったですね。はい、はい、まあ、そして次回が8月27日、またギラギラの真夏に後楽園ホールで日本 VS 韓国3対3です。はい、8月のクラッシュはもうね、もう初期もう始まったばっかの頃から熱いですからね。まあ、次回もご期待くださいですね。そうですね。はい、いやそろそろお時間となります。東京後楽園ホールの熱戦クラッシュ151で、解説の皆さん、ゲストは稲垣修選手、丸藤直道選手、そして石川直樹さんでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。